細谷が様子を伺う、自ら行く、ピックアンドロールの形で戻したシュートは3。福井は選手を入れ替えてきた。ここは守りの時間帯、信州がこの点差を詰め寄れるか。鮮やかなシュートに行くかと思われましたが、これは一旦パスを出してゴール下厳しい体勢から入れてきた信州。小寺ケリー、そしてボールを中に入れるか、田渡りケリー、右サイドから決めていく。そして中にはベンジャミン・ローソン、シュートに行ってリバウンド取っているが、厳しい体勢から福井が獲得、こぼれます。リバウンドはまだ福井、ポゼッション福井です。木村敬吾の3、昨日の MVP が見せます。自ら中に入るか、フェードウェイ弾いたが、ペリー・エリスがナイスカバー、沈めたい信州。一方で福井は攻撃、その手を緩めない。スリー、信州ボール、真正面からのスリー決めてきた。ボールポゼッションは福井、この10秒しっかりと使うでしょう。2秒、1秒、決める。70対52で第4クォーター始まりました。バスケットカウントエンドワン、今一度整えることができるか。ボールポゼッションは信州です。ビフォード、ここも自ら蹴り込む、なんというアリウープダンク、素晴らしいプレーです。ポテラのパスをケリーが受け取って自ら決める。福井さあどうする、センターから打つか、右寄りに打ってきた、ライアン・ケリー。この第4クォーター、いい形で入れましたがシュートに行けません。エンドワン、これがエンドワン。さあ第4クォーター残り2秒、1秒、このワンショットがリングに嫌われて、ここで第4クォーター終了、決着がつきました、試合終了。